Alright, hello everybody, Sleepy9 Cat です。今回もね、フィルビーストプレイしていきましょう。モッドパックの方をアップデートしてですね、まあいろいろといじってたんですけど、まだミニマップの方が追加されてなかったので、ちょっと動画作るのを控えてました。申し訳ない。で、まあ、ログインしたらっていうか、ワールドをロードしたらこのような画面に迎えられたわけなんですけど、Voxel Map!バージョン 0.9.0 で、まあ Z でズームイン、ズームアウト、 M でオプション、 X でフルスクリーンマップを、まあ、出したり消したりするぞ。で、 B を押すことによって、まあ簡単にウェイポイントを足すことができるみたいですね。ちょっと試してみましょうか。あ、はあ、なるほどね。で、 M を押すと、このように出てくるわけか。 X を押すと、うん、あんま変わんない。ん、あれ、マップどうした。ちょっと時間かかるか。まあいいか。まあ、マップはこんな風になってるか。なるほどね。で、ちょっといじってみるか。ミニマップを隠す、隠さない。大きさはレギュラー、スモール、ビッグ。ラジか。ビッグじゃなくて。トップライト、右上、右下、左下、左上か。まあ、今までのように右上に置いとくか。で、四角いマップの方が僕は好きなんで、四角いマップにしときましょう。で、ケーブモードはオフにしとこう。で、レーダーのエンティティをあんまり映したくないんですよね。モブがどこにいるのかっていうのが分かっちゃうとちょっとつまんないので、ショーホスターズ、ノー、プリーズ。で、プレイを映す。ニュートラルは、まあ映してもいいんじゃないかなと思うけど、オフにしとくか。あ、パフォーマンスとかは、ダイナミックライトはオン。テラインデプスは、ボスにしとくか。両方。バイオもオン。チャンクグリッドがあるのか。これは便利だね。あ、ということは、スライムのやつあるかな?スライムのやつ、ちょっと探すときにかなり便利なので。ないみたいですね。ちょっと残念だ。で、ここでが家と。Alright. Alright, interesting. OK. で、これちょっと知らなかったんですけど、チキンチャンクの機能の一つで F9 を押すと、このようにチャンクのエリアが表示されるようになってますね。これも便利ですね。スライムとかのトラップ作るときにチャンクどこにあるのか、まあ、計算しなくて済みますね。OK。Alright。じゃあ今日は何しましょうか。ちょっと夜を寝てと。そうですね。まあ、ちょっと今回はネザーに行って、まあ、前回のようにマグマを組み上げる装置を作りましょう。どうですかね。で、まあ、鉄もちょっとまた集めてたんですけど、これは足りないな、やっぱり。いや、鉄はね、いくらあっても本当足りないですからね。Alright. じゃあ、ちょっと、まあ、作ってしまいましょう。まあ、今回は、まあ、ネザーでマグマを組み上げる機能じゃなくて、施設を作ろうと思ってるんですけど、そのために、パンプを作りましょう。これですね。で、これのレシピは、タンクが1つとマイニングベルが1つ必要ですね。タンクの作り方は、ガラスを8つ、まあ、
真ん中をスペースにして作ればいいんですけど、マイニングベルは鉄のツルハシ、鉄のギア、レッドストーン、そして、まあ、鉄が6個ですね。また鉄が飛んでいきます。かなり掘っても掘っても鉄が、まあ、結構出てくるからいいんですけどね。それでも相変わらず鉄の懐が寂しいという。でツルハシとレッドストーンと鉄が6つとアイロンギアですね。でマイニングベルができました。まあ、マイニングベルは何かというとですね、クワリーの、なんていうんですかね、1ブロックじゃなくて1マスバージョンみたいな感じですかね。まあ、真下に向かってガガガって掘っていきます。かなり見てて面白いですけどね。タンクとマイニングベルを合わせるとパンプができました。オーソン。で、あとは、そうですね。思えば、ちょっと忘れてたな。思えばですね、砂漠に行かないといけないんですよね。まあ、砂漠に行ってですね、ちょっと、なんだ?あれが必要なんです。サボテンが必要なんです。ですから、ちょっと、集めに行ってきますね。どこら辺だったっけな。あ、そうだ、ちょっと地図の方も埋めときました。まあ、こんな風になってますね。まあでかい海かなと思ったんだけど、ただの湖でしたね。まあそれでもかなりでかかったんですけど、でここになんか綺麗に川が流れてるんですよね。でまあミニジャングルやら普通の森とかが広がってるんですけど、そうだな、まあじゃあちょっとまあ取ってくるんで、また後ほどお会いしましょう。 See you later。 Alright。 ですね、ちょっとサボテンの方を取りに来てたんですけど、あそこにまた、なんだ?サームクラフトのサンクチュアリーみたいなものがあったので、ちょっと覗きに行ってみましょうか。このトーテンポールはですね、持ち帰ることができます。何がいいのかな?斧がいいのかな?やっぱり。そうでもないですね。やっぱりツルハシか。まあいいや、まあ持ち帰ることはできます。でシンボルは大してまあいいものではありませんよと。じゃあちょっと登っていきましょうか。何があるかな。多分ウィスプスポーンすると、うおっとスポーンしたね。あそこの中にはウィスプのスポーンブロックがあるので、警戒しながら近づいていきましょう。多分大丈夫だと思うんですけどね。まあニワトリも近づいているぐらいなんですから。 OK。 おレコードとかたくさんある。今のうちにたくさんかっぱらっていこう。ウェーイ、イェーイ。オーライト。じゃあ、早速戦利品を見てみましょうか。ミュージックディスクと鈴とシャイニーインゴットが3つ。これはいいな。グリーンサファイアが2つ。まあ、なんだ?ゴーカンパウダーじゃなくて、火薬ですね。で、ココアビーンズと、キャットと、チープが入ってますね。で、インフィニティのエンチャントブックと。なるほど。おっと!驚いた。まあ、悪くないんじゃないですかね。ミュージックディスクが3つっていうのはとても嬉しいですね。OK! で、
この花は確かね、壊すとやっぱりブレイズパウダーが手に入りますね。Interesting. Alright. じゃあまあサボテンも13個ぐらい手に入ったので、まあちょっと帰ります。では拠点でまたお会いしましょう。 See you later. Alright. Welcome back. 拠点の方に着きました。ちょっと適当に、まあ、サボテン作るための施設も作っていきましょう。でちょっとこれはよし OK。 まあこれでサボテンが成長するのを待てばいいだけですね。で残りのやつは、まあ、かまどで焼きます。で何ですかね、緑の染料を作ります。で何度緑の染料が欲しいかというとですね、まあ作り終わったらお見せするんですけど、砂はどこに置こうかな。 OK。 これを、まあ、緑の染料をクラフティングの方に持っていくと、このようにパイプウォータープルーフができます。まあビードクラフトのパイプを防水加工させるためのものですね。まあ、これはとても重要なものです。で、まあ水はもちろんなんですけど、まあ超あちっちなマグマも余裕で耐えてくれる代物になるというわけなんです。普通、まあガラスをマグマに入れたら溶けそうなイメージがあるんですけどね。まあさすがスティーブ工業。チットやソットではビクともしないんですね。一体どんなテクノロジーなんだろうか。でストーントランスポートパイプか、木のトランスポートパイプも必要なんだろうか、ちょっとわかんないんですけど、多分必要じゃないかな。ちょっとド忘れしてしまったんですけど、まあパンプはそうだな、多分パンプはいらないと思うんですよね。何ですかあれが、木のトランスポートパイプですから、まあこのまま行ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあその前に間違えた、ちょっとピストの方を作っときます。でそのピストを加工して、木のエンジンを4つほど作っときます。まあ一応6つほど作っとくかな。でまだ足りないね。木のギアをたくさん作って OK。 あとはガラスを4つ、で木の木材を4つ上に置くことによって、このレッドストーンエンジンができましたね。まあ、レッドストーンエンジンが、まあ、パンプにとって最大効率だと聞いたので、ちょっと試してみましょう。で、あとは、まあ、パイプと、タンク筒じゃなくてタンクを少々作りましょう。そうだな。まあ、砂もじゃあ焼きますか。どこに入れたんだっけ？ Oh my god。 ちょっとどこに入れたのか、あった。よし。でガラスを加工して、このタンクの中にちょっとね、まあ、マグマを入れておこうというわけです。まあ、前回のシーズン、前回っていうか前のシーズンのようにね、ネザーの方に
インダストリアセントリフュージなどを作っていくのもいいなと思ってるんですけど、できればね、今回は地上の方にマグマを持っていきたいなと思ってるんですよね。ですので、まあ、そのためにちょっとまあやりたいなと、計画進めていきたいなと思ってます。で、ネザーへようこそ。 OK。 ですね、でネザーフォーテレスの方が2つほど見つけましたので、ブレイズスポーナーの方もねいくつかあったので、もしかしたらあれが作れるかもしれません。なんだあれというと、あれしかないんですよ。あれって言われても皆さん、あれって言ってもなんだってあっちあっち思うかもしれませんけど、ちょっと名前が思いつかない。ゲートがそこにあって、そうだな、ちょっと出入りが簡単なところにしたいんですよね。だからどっかに近く、もっといいところにないかな。ネザーポートレスの近くの方にもあるっちゃあるんだけど、やっぱり前のシーズンのようにとても近くにあると嬉しいんだけどな。まあそんなに人生うまくいかないわけで、そうだな、まあ2つ目の方が何かといいので、まあ、ちょっとそっちに覗いていきましょうか。と言ってもそうだな、そっか、このまま下に行くのか、ちょっとこれ難しいな。遠すぎるとですね、いちいち行き来するのがめんどくさくなっちゃうので、なるべく近くにしたいんですよね。ですからね、まあ優柔不断なところもあるんでしょうけど、本当申し訳ない、これだけはちょっと妥協できないんで。さて、まあネザーフォートレスがそこにあるんですよね。ダメか、ここはダメか。あ、そうそう、これが最初に見つけたネザーフォートレスで、ネザーボートが欲しくてですね、まあ、研究のために、サムクラフトの研究のためにちょっと欲しかったんですけど、なくてですね、まあ、ブレイズスポーナーが2つぐらいだけあったっていうところです。やっぱりここか、まあ、ここが一番かな。じゃあ、まあ、マグマだまりちょっとそんなに、いや大きいか、まあ足りなくなったら施設をあっちの方に移動させればいいだけかな。まあ、下の方でつながってるみたいだしね。 OK、 じゃあこれをあっちの方に伸ばしていきます。上からスライムが落ちてこないといいんだけどね。どうやらあそこにもめちゃくちゃでかいデポジトがあるので OK ですね。どうやらここのデポジトもでかいので、まあ合格というところでしょうか。まあ一番最初にここにしようかなと言って、いやここはあんま良くないなと言ったのは僕なんですよね。よいしょと。 Alright、なんかちょっと臭いな、ちょっと待ってください。すいません、ちょっと今日料理しててですね、コンロの方っていう、コンロっていうのも変だな、なんて言うんだろう、あれ、まあ、電気で調理するやつあるじゃないですか、火の代わりに。まあ、ちょっとあれを使ってたんですけど、
電源消すの忘れてたかなと思ってちょっと見に行ったんですよね。多分さっき食ったパンの匂いだなこれ。サンドイッチあったんですけど、名前なんて言うんだろう、鶏肉のサンドイッチでしたね。美味しかったです。で、広さはこれぐらいかな。もう一回り大きくしとくか。機械とかいろいろと押し込もうかなと思っているのでね、エンダーパールがあればいいんですけど、よいしょと、エンダーチェストですね。これこれ、ブレイズロッドが4つに、黒曜石を2つ、羊毛が1つ、チェストが1つ、そしてエンダーパールが1つ必要なんですよね。ですからエンダーパールちょっと集めないといけないな。ちょっとめんどくさいな。で、なんか新しくエンダータンクっていうのができてるんですよね。新しくアップデートされた時に追加されてるやつみたいなんですけど、それも時間があればちょっと触ってみ、すいません、触ってみたいですね。多分ね、エンダーチェストに入れなくても、エンダーチェストじゃあいらないか。エンダータンク、多分ね、液体をそのまま送ってくれるやつじゃないかなと思ってるんですよね。今、さりげなくゾンビピグマを落としながら行っちゃったんですけどさ。よいしょと。で、そうですね。じゃあ、エンダーパール最低に入れば、早速、計画は始められますね。OK。じゃあ、怖いな。パンプをですね、そうだな、ちょっと、こっちに寄せて、で、タンク、パンプを置いて、OK。で、あとは、レバーを押して動かしていけば OK ですね。あとはもうちょっと高さを上げて蓋をしていくんだけど、ちょっと嫌なところにガストが来ちゃったな。今のうちにちょっと壁高くしとくか。よくネタでお前んち天井低くねっていうのがあるみたいですけど、お前んち壁低くねみたいな、そんな風にはなりたくないですね。ガスト、お前んち壁低くね。そしてチュドーンって音が聞こえるのが恐ろしい子ガスト。さすがにこれぐらいあればいいでしょう。オープシー、オーライト、こんなもんかな。オーライト、で、あとちょっとここの通路後で、デコレーションしとくとして、あとはパイプと、ウォータープルーフパイプとストーントランスポートパイプを合わせるとストーンウォータープルーフパイプができますので、これを横に置いてあげれば OK ですね。で、あとは、適当にタンクを置けばですね、ブーッ、オフユーゴーサッカー。で、パイプがどん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 下に伸びていって、ちょっとシフトを押しとこう。あれがね、下に行けば、下っていうか、マグマのところにつけば、吸い取ってくれるはずです。前回はマグマのエンジンをね、パンプに当てたから、効率は良かったのかもしれないんですけど、いつも止まってしまったんですよね。ですからね、木のエンジンで垂れることが
足りるといいんですよね本当に。でどん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 下に行きますね。アゲン。どうやら着いたみたいですね。じゃあしばらくすれば、あ、来ましたね。オッケーオッケー。大丈夫ですね。あの木じゃなくても石のパイプで十分オッケーでしたね。よかった。じゃあこのタンクがまあどんどんまあ溜まっていくのを待つだけですね。まあちょっとこれはバッファーということかな。おっと、一応ここにマグマステーションとつけておくか。でまあちゃんとありますね。よろしい。それじゃあちょっとゲートの方に行って地上世界に戻りましょう。ちょっとインダスクリアフ、うわ今のなんかすごい言いにくかったな。インダストリアクラフト用の部屋もちょっと用意したので、そこに機械とか入れたいんですよね。パパッと入れたいのでちょっと用意しときましょう。じゃあちょっと後ほど。でですね、まあ、適当に、適当っていうのも変化してないけど、まあいくつか機械を作ってきました。まあ一番大事なのはゴムなので、まあ、そのためのエクストラクターも準備しときました。ジェネレーターの作り方はですね、ちょっと待ってくださいね。ジェネレーター。どこにあるんだろう。ちょっとめんどくさいな。NER のやつがあったあった、まあ、アップデートされた時にまあジェネレーターのこの文字があるんですけど、まあ、それもちょっと選ばれてしまってますね。めんどくさい。まあリチャージバラ RE バッテリーとリファイナーのが3つ、そしてアイロンファーナスか RE バッテリーが1つ、マシンブロックが1つ、そしてかまどが1つと、まあ、コストは変わらないですね。まあ、好きな方を選んで、まあ、作るわけですね。であとは、まあ、ウォーターミルを2つ合わせるとジェネレーターができるということですね。でエクストラクターの作り方は Let's see、まあ、トリータップが4つ、マシンブロックが1つ、でエレクトリックサーキットが1つですね。まあ、エレクトロニックサーキットは、まあ、コッパーケーブルが6つ、レッドストーンが2つ、リファインアイロンが1つですね。あ、難しくないですね。であとはバットボックス、これが結構重要だったりするんですよね。で、まあ、バットボックスの作り方は、まあ、木材が5個に、まあ、バッテリーが3つ、そしてコッパーケーブルが1つです。まあジェネレーターの中にもですね、普通にですね、まあ電力のバッファーみたいなものがあるんですけど、ごくごくわずかなので、まあ、できる限りバットボックスを使っていった方がお得です。 OK、 じゃあ適当にここら辺かな、バットボックスを置くとしたら。いけね、やっちゃったな。多分大丈夫だと思うけど、あ、大丈夫でしたね。で適当に置いて、ケーブルちょっと持ってくるの忘れちゃったな。あと作っとこうかな今のうちに。あのですね、インダストリークラフトって機械を置くとですね、普通にツルハシで置いちゃうと壊れてダメになっちゃうんですよね。で確かね、グレックテックを導入してるからマシンパーツになるんですよね。これマシンパーツですか。でこれはあんまり良くないので、今から作るものを使っていきます。確かこうだったかな、こうですね。オレンジが必要です。まあ機械を
まあ、これをこうクリックすることによって、まあ、確率で壊れることはあるんですけど、ほぼ 100% の確率で壊さないで回収することができます。ですから、まあ、絶対ですね、絶対、まあ、このレンチを使って回収していきましょう。まあ、ツルハシで取っちゃうと 100% 壊れてしまうのでね、まあ、僕も前のエピソードそのせいでですね、貴重なですね機械類をお釈迦にしたことがあります。まあエクストラクターはそうだな、ちょっとここは設置ミスだったな。バットボックスを置くとしたらここだな、やっぱり。まあちょっとこの部屋は緊急というか仮というか適当に作るということで、まあ、あとあと後ほどというか時期が来れば、ちょっとなんだ M ヒーとかに変えるための、まあ、レイアウトを変えたりするんですけどね。まあこれで OK ですね。まあ、ジェネレーターが電力を作って、まあ、このケーブルを伝ってですね、このバットボックスに保存されます。でこのバットボックスで保存されたところをね、まあ、この緑のマークから、おっと、まあ、電力が流れ出ていって、まあ、このエクストラクターが電力を受け取ります。まあ、このようにね、上から伸ばしても緑からじゃないので電力は伝わりません。さてと、こんなものかな。ちょっとエンダーチェストがもう一個必要なので、エンダータークっていうのを作れないんですよね。それ具体的にそれが僕の欲しいものなのかっていうのも分かんないので、そうだな、ちょっと考えときますね。まあ録画時間も今覗いとくので、それはまた後ほど。いやー、まだね20分とかそこら辺しか経ってないと思ったんだけどね、もうすでに38分録画してましたので、ここら辺で切ろうと思います。いやー、時間経つの早いな。はっ、はあ、あいあいあい。 Anyway, anywho、 じゃあ今回はここら辺で切るので、また、次回のエピソードでお会いしましょう。できれば、エンダータンクを使ってですね、まあ、ちょっといろいろといじってみたいなと思ってます。ですので、まあ、できるだけ、できるだけってのも変だろうけど、まあ、楽しみに待っててください。もし作れなかったとしてもですね、ちょっとこれを使ってですね、小麦生産機の方も作ったり、自動でなんか掘ってくれるのも作ってみようかなと思ってますので。 Alright、 じゃあそろそろここら辺で終わりにしようと思います。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。